DVD プレイヤー、DVD プレイヤー、DVD プレイヤーとは、DVD ビデオ、DVD ビデオを再生する装置である。DVD プレイヤーは再生専用機を指し、記録型 DVD に動画などを記録できる装置は、DVD レコーダーという。DVD プレイヤーは、DVD、ビデオ、アプリケーションが、DVD、ビデオフォーマットで記録された、ビデオデータを再生する単体の機器で、 主に、据え置き型のプレイヤーではテレビに接続して視聴する。ポータブル DVD プレイヤーでは、小型液晶画面を内蔵しているものが多く、屋内外で単体で視聴可能。DVD ビデオはまた DVD ドライブを搭載した、パソコンで視聴することもでき、この時使用する DVD 再生ソフトウェアは、ソフトウェア DVD プレイヤーとも呼ばれる。DVD プレイヤーは、 テレビ等のモニターに接続して視聴する。DVD プレイヤー単体製品のほか、レーザーディスクとのコンバチブルプレイヤー、VHS との一体型、一部の製品は SVHS にも多様などがある。また、CD と同様にディスクサイズが 12cm と小型であるため、ラジカセやカーオーディオ、カーナビゲーションでも DVD の再生が可能な機種がある。 液晶ディスプレイやスピーカーを搭載し、過半性のあるポータブル DVD プレイヤーもある。内蔵バッテリーにより、単体でも、おおむね2時間程度の再生が可能である。最初の DVD プレイヤー、末置き型は1996年に発売された。1996年当時は最も買いの機種でも、6から8万円程度と高価であったことや、 対応ソフトの少なさから普及の出足は鈍かったが、2000年以降は、プレイヤーの低価格化が進み、DVD ソフトの普及が一気に進んだ。DVD プレイヤー以外に2000年に、DVD ビデオ再生対応のゲーム機、プレイステーションに、当初の標準価格は39,800円が発売された。以後日本で発売されたゲーム機では9。 任天堂ゲームキューブの派生機種、Xbox、Xbox360、Xbox One、PlayStation 3、PlayStation 4が DVD ビデオ再生に対応している。日本国内では2003年頃から DVD レコーダーの本格的な普及が始まったため、末置き型の DVD プレイヤーの市場はコモディティ化して安価なプレイヤーが出回るなど安定普及期を過ぎつつある。 ただし、欧米を含む海外では現在でもレコーダーよりも需要が高い。DVD プレイヤーの生産台数は中国が世界最多である。2002年において3000万台、全世界でシェア70%。日本市場向けとして開発される製品には、富士エアの例のように誤色が目につくことがある。なお、 中国国内のメーカーは MPEG-2 のライセンス使用量と DVD 特許料と新1台あたり約2000円程度のコストがかかっている。そのため、回避策としてイベドという独自の光ディスク規格を開発した。現在、イベド規格は中国国内でのみ採用されている。DVD、ビデオフォーマットに対応することが必須であり、 パソコンで作成した DVD ビデオ準拠のディスクや DVD レコーダーで DVD ビデオモードで録画したディスクを通常再生可能である DVDVRVR モード再生に対応したプレイヤーもあるが特殊である書き換え可能な DVD ラムの再生が可能なプレイヤーは同規格の先頭に立つパナソニックが製造するにとどまり各メーカーとも対応に 消極的である。これには DVD ラムにパナソニックの特許が数多く使われているという事情がある。視聴しようとする DVD メディアの再生のためには使用する機器の使用との対応を詳細に確認する必要があり、DVD プレイヤーの選択には相応の知識が要求される場合がある。レンタル DVD を見る用途以外ないという場合などは特に問題はないが、 海外製の DVD など規格が対応しない場合は、視聴、再生ができない。DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM DVD といった各種の DVD メディアが存在するのに加えて、各メディアに複数の記録モードがある。デジタル放送のコピー制御のために、CPRM メディアがある。8センチメートルメディアではトレイを含めて機器が対応していなければならない。 非対応のメディアを非対応機器に使用した場合、誤動作や最悪の場合には機器の故障の原因となることがある。プレイヤー、PC 用ドライブを含む DVD 機器には固有のリージョンコードが設定されており、機器とディスクのリージョンが一致しないと再生できないリージョンフリーのディスクを除く。中国製などの一部のプレイヤーは固有のリージョンを持たず、どの地域のソフトも 再生可能な場合がある。ヨーロッパのパル企画を NTSC 企画に変換して再生できる機器も存在する。中国、韓国製 DVD プレイヤーが出回り出した頃の機器は本来再生すべき DVD ビデオや CDR などに書き込まれた DX など視聴の際相性問題など少なくなかった。そこで 戦術のリージョンコードを回避するといった理由とともに、パソコン用 DVD コンボドライブと乾燥する方法などが、パソコン雑誌やホームページに掲載されることが多かった。しかし、リージョンコードの変更は対応している場合リモコンで特殊操作を行うだけで済む場合が多いが、ドライブ乾燥となると、ファームウェア書き換えなど、あら行も必要であり、中国製が出回り出した頃はまだ、 DVD ドライブもあまり安くはなかったことも、相まって、素人には、非常に手が出しにくい手段でもあった。BD プレイヤーの普及に伴い、DVD 専用機の生産は縮小している。一般的な DVD プレイヤーの主要な機能には、以下のようなものが挙げられる。また、オプションとして、以下の機能がある。必須条件ではなくあくまで機器設計としての、 オプション扱いであるため搭載されていない機種もある。さらに高機能な DVD プレイヤーでは以下の機能が搭載される場合がある。蒸気同様に必須機能ではないことに注意。パソコンで DVD ビデオ、DVD ビデオを視聴するためにソフトウェアとしての DVD プレイヤーがある。パソコンにはハードウェアとして DVD ドライブ、DVD ロムドライブが搭載、または接続さ。 さらにソフトウェアとして DVD 再生ソフトウェアが導入されている必要がある。DVD 再生ソフトウェアは DVD ビデオの視聴を可能にするソフトウェアでソフトウェア DVD プレイヤーとも呼ばれる。インターネットでの映像利用が進み、パソコンで利用する映像再生ソフトウェア全体はメディアプレイヤーと呼ばれるようになり、大きくはその一種に区分されるようになっている。 DVD 再生ソフトウェアは単体機器としての DVD プレイヤーに搭載されているデジタル信号処理をソフトウェアで実現したものである。途切れのない再生のためにはパソコンにはある程度処理能力が求められる力不足のマシンを使うと駒落ちが発生する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。